わお、しずえさんおはようございます。皆さんおはようございます。本日9月29日は住民のじゅんさんのお誕生日でもあります。マリサパーティ会場に急ぐわよ。霊夢ちょっと待ってくれ。なんでこのタイミングで感情が出てくるのよ。マリさんにいただいた偽物を博物館に展示するためだぜ。もしもし久月さん、今日はじゅんさんの誕生日でありますか。わかりました。早速プレゼントを用意してパーティーに参加します。今の電話の内容をどう聞き取ればそんな解釈ができるのよ。テレパシーであります。電話の意味は急がないとレイムさんに先を越されるであります。私の家の敷地に入ってくるなんて不法侵入じゃないのよ。お邪魔します。お邪魔しますは魔法の言葉か。こんなのってないよ。ジュンさんは今日も素敵でありますが、私のジュン君にあまり話しかけないでよね。でもプレゼントを用意してきたのでありますよ。え、プレゼントを？ジュン君のイメージが悪くなるようなプレゼントではないでしょうね。ちゃんとジュンさんに合いそうなものを準備したであります。ジュンに合いそうなものってなんだろうな。紅葉樹？しょぼいスコップ？エレキギター ES1 であります。よかった、とんでもないものをプレゼントするんじゃないかと思ったわよ。紅葉樹をプレゼントしても喜んでもらえるのか気になるぜ。マリサよからぬことを考えるのはやめてちょうだい。私はちょっと疑問に思っただけだからな。それなら他の住民の誕生日で試せばいいんじゃないかしら。他の住民？ラムネさんね。そんなことできるわけないだろ。ちょっと館長、ジュン君と喋りすぎよね。我が輩が来たこと、ジュンさんも大喜びでありますよ。そろそろ私と交代してほしいんだけど。館長もモニカさんもジュン君の家から出て行って。最後になんでありますか。次は私の番よ。さあ、館長に負けないようなプレゼントを考えましょ。私も順に合いそうなプレゼントを考えないといけないぜ。良さそうなものがなかったら DIY で手作りすることも考えないといけないわね。私いいこと思いついたわ。いいことってなんだよ。ちょっと博物館に行くわね。フータちょっと起きてくれないかしら。鑑定してほしいものがあるんだけどいいわよね。爪吉で適当に買ってきたから本物かどうかわからないのよね。綺麗な名画だって。どうか本物であってほしいわね。これは本物の反応だな。ジュン君に最高のプレゼントを用意できたわね。さあ、ラッピングをして準備万端ね。さすが霊夢だな。ラッピングは当然よ。いよいよジュン君のお誕生日会ね。さっき見たんだけどな。うるさい、黙れ。ジュン君1号さんは無視して私と2人で楽しみましょ。1号さんのメガネ一体どうなってるんだ。ヘルメットの上からメガネ。そんなことよりジュン君、1号さんは何を持ってきたのかしら。ヒーローのヘルメットとかじゃないかな。それはジュン君に似合わない私の持ってきたプレゼントが一番ということを見せつけてやるわよ。爪吉で買った綺麗な名画なんだけど。重いのか？ジュンがうっとりしてるぞ。このジュン君の反応私の勝ちね。私たちは永遠に一緒だからね。これからもいっぱい思い出を作りましょうね。一号さんにも話しかけるんだな。一号さんもうトレーニングに戻ってもいいわよ。追い出すために話しかけたのか。しばらく私とジュン君二人だけにしてほしいんだけど。まだ一号さんは帰るつもりはなさそうだな。仕方がないから脳内だけで二人っきりになりましょう。ああ幸せだな。そろそろ私の出番だな。今まで何してたの？ただ休んでただけだぜ。早速スマホの呼び出し音が鳴ってるな。はいはい、着信拒否っと。なんだかわからないけど順から手紙が来てるじゃないか。マリサだけお誕生日会の招待状が来てるなんて許されないわね。順に特別なプレゼントを用意しようじゃないか。私の豊富な服から何かいいものを一つ選ぼうじゃないか。織姫の服？
もうすぐハロウィンだしちょっと変わったプレゼントをするのも悪くないと思うんだぜ。1号さんが12時間以上純くんの家にいるなんてどう考えてもおかしいわよね。この二人意外と仲がいいみたいだな。趣味とか生き方は全然合いそうにないのにね。大人になっても純くんは素敵よ。これから先何年も福林島を支えてほしいぜ。純くんが来てから福林島も様変わりしたものね。純のおかげでチャンネル登録者数がかなり増えたものな。そんな感謝の気持ちを込めて選んだ私のプレゼントを受け取ってほしいぜ。さっきと言ってることが全然違うじゃないのよ。まあまあ霊夢よ。プレゼントにはいろんな意味があるんだぜ。マリサ残念だけど私の選んだプレゼントのリアクションが一番すごかったわね。本物の美術品は誕生日プレゼントに最適だな。次の日、秋の大型アップデートがついに来たぜ。いよいよカボチャとハロウィン家具実装なのね。畑の準備は完了しているからカボチャの種を買いに行くぜ。たぬき商店で1日1個キャンディが買えるらしいわね。いろいろ楽しみだぜ。しずえさんおはようございますなんだぜ。みなさーんおはようございます。ただいまの福林島の時刻は2020年9月30日水曜日。本日はこれといったお知らせはありません。カボチャの種はハロウィン株はどうなってるんだよ。とりあえずたぬき商店に行ってみましょ。任天堂からのお便りは来てるんだな。じゅんくんからお誕生日プレゼントのお返しが届いてるのね。これも後で開封してみよう。アップデでプレゼントが来てることをすっかり忘れていたぜ。秋のアップデートに関連したものが入ってるのかしら。リングコンって一体何なのかな。これはリングフィットアドベンチャーのやつだな。しかも品薄で手に入りにくい商品だぜ。これが今送られてきた意味はもしかして品薄が解消されたということなのかしら。私は売ってても買わないけどな。そんなことよりも純くんからのプレゼントを見ましょ。派手な髪飾りって何だったっけ。いいな。マリサは純くんから身につけられるものをもらって。身につけるで思い出した。昨日プレゼントした服、純は着てくれたのかな。純くん家にいなかったわね。こんなところにいるじゃないか。いつもと同じベストを着てるわね。私のプレゼントは儚く消えたな。それじゃあアップデートされたたぬき商店に行ってみるぜ。豆粒おはようなんだぜ。たぬき商店の中はいつもと変わらないようね。棚の上にあるカボチャのオブジェって新しくできたのかな。前からあったんじゃないかしら。カボチャの種もキャンディーも売ってないじゃないか。カボチャの種もキャンディーも10月1日からみたいね。全然知らなかったぜ。皆さん一緒に10月1日からアップデートされた集まれ動物の森を楽しみましょう。